はい、どうも高尾です。今回はアライヌ新型機、TB70、こちらの方がね、新しい動画も出て、映像の方も公開されたので、見ていこうと思います。まず、こちらの方ですね、後ろから見た動画です。映像ですね。こちらを見ると、テールパイプがね、かなり太いものになってていまして、さっきに言われた、ゴブリンのレプリカかと言われてるんですけど、やはりねちょっと微妙に違う感じです。あと、ドライブ構造ですね、こちらの方がまだねはっきり見えないので何とも言えないんですけど、メインマストについてるメインギア、そちらの方のギアが、ゴブリンみたいにね、やっぱ径が小さいんで、カウンターギアか、ベルトで、駆動してるのではないかと、思います。あと、サーボの配置ですね。最初に発表されたやつは、まあ、ゴブリン、ラウにすんごい似てて、サーボの、レイアウト方式が、縦置きと、後ろが、横置きという構造でした。それが、両方ともね、横置きに変わってまして、3個とも、横置きの配置に変わってます。あとまだ試作機ということでね、まあいろいろ変わってるんですけど、まあアラインお得意のカーボンプレートに樹脂を巻くというね、工法。あと、バッテリープレートの、レール部分を樹脂にして滑りやすくするというね、工法は、引き続きやっているみたいです。あと、テールパイプの方もね、まあ、太くなってるということで、こちらの方はテールブームサポート。そちらの方がね、廃止になっています。あと見ますと、アンテナ、の、受信機のアンテナですね。こちらの方がね、これも、SAB の機体みたいに、サポーター、アンテナを立てる、ベース、こちらが、付属しているようです。まあこれ純正なのかね、ちょっとわからないですけど、そんな感じになってますね。あと飛びの方はね、いやーなんかすんごいね、よく飛んでました。こちらの方もね、最後の動画ご覧ください。はい、それではね、動画の方流していこうと思います。
はい、動画いかがだったでしょうか。やっぱねすんごい飛んでますね。かなりね低速回転、低回転ですね、1200回転ほどでも飛ばしてたシーンもありますんで、これは重量が軽くないとできないゲートですね。重いとどうしてもねやっぱある程度分回してやらないと、回りません、飛びませんので、まあそれを考えると結構軽量にできているのではないかと思われます。はい、そしたらねこれがいつ出るかまだまだ、分かりませんけど、まあそれはそれで、なんか楽しみな機体だと思います。いや海外勢はねもういろんな機体が出てきてね、スペクターニトロ、そちらの方もすごいね、よく飛んでましたんで、いや来年もねお財布が軽くなりそうな予感がして、仕方がない、1年が、来るような気がします。はい、もしね、この動画よかったらグッドマークよろしくお願いします。それでは失礼します。チャンネル登録もお願いします。